一番もう安定してるし、結局どこに行ってもダダリオが一番信頼されてるっていうのを確信したんですね。クタで12時に寝たけど3時に目覚めてしまった。またすぐに目を閉じて想像力を働かせて夢に入ってこうと思ったけど、やっぱり無理だと諦めた。そこで抑えられない感情が込み上げてきたんだ。 Oh no。横で寝てる彼女を起こしたくない。でもこの感情はどうすればいいんだろう。お母さんがこんな僕を見たら絶対がっかり。でもお腹のペコペコさにさすがに耐えられない。朝3時41分のシリアルは神秘な力で誘い、僕ね、小さい頃から使ってますね。多分もうギター弾き始めたんが11歳だけど、11歳半ぐらいの時からダダリを使ってると思います。もうクラシックギターになるといろんな弦のメーカーはあるんだけど、僕たくさん試してみて、やっぱりダダリオさんが一番もう安定してるし、もう信頼できると思うし、どこに行っても売ってるっていうのが、特徴ですね。一回僕ブラジルでレコーディングしに行ったことはあるんですけど、ブラジル行ったらまた違う弦のメーカー、面白いブラジルのその現地のメーカーあるかもしれんと思って楽器店に行ったら、ブラジルでダダリオしか売ってなかったです。だから結局どこに行ってもダダリオが一番信頼されてるっていうのを確信したんですね。あの時も昔はもう、プロアルテをずっと使ってきてるんだけど、まあクラシックの場合は、このナイロン弦の場合はその鉄巻かれてない、1,2,3 弦はずっと綺麗なまま結構長持ちすることに対して、この鉄巻かれてる分、この、4,5,6 弦はすぐに錆びていって、で弦張り替えないといけないのはもう大体この、低い弦たちを見て、あ、もう錆びてきたな、汚れてきたな、張り替えないといけないなっていうのタイミングやけど、その1,2,3 弦はまだ綺麗やからもったいないことしてる気分になるじゃないですか。それで、ハーフセットとかも買ったりして、でもなんかどうもそのこの 1,2,3 弦と 4,5,6 弦の張り替えるタイミングがずっと合わないままだったんだけど、このコーティングされてるおかげで 4,5,6 弦が長持ちするんで、やっと気持ちよく長持ちする弦に出会えたんですね。起こさないように彼女の手をそっと話し起き上がった。忍者のように暗闇を経て静かに台所へ。冷蔵庫からミルク出して、食器棚からボール出して、引き出しからスプーン出して、そしてシリアルの箱を手に取って、サクサク感が好きで牛乳最後に入れるんだ。少しずつと言わずスプーンはなるべく大きめ。パクパクと食べてしまってすぐにおかわりしたくて、我を忘れざるを得ない。 Amazing night, such amazing night。朝3時41分のシリアルはまるで天国での晩餐だけど、食べたすぐ後は余計に眠れない。このまま起きてて作曲しよう。ララ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 ラ寝てる彼女もララ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 ラ食べた後の僕もラララ朝3時41分のシリアル朝3時41分のシリアルララ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 ラ
から